それでは見事に連覇達成羽生選手です。やりました。ありがとうございました。今の気持ちを教えてください。いや、連覇という気持ちよりもやっとなんか自分らしいスケートできたかなって思いました。素晴らしい演技でしたね。いや、ね、まだ完璧ではないので、ある程度喜びたいなとは思いましたけれども、ただやっぱり最後のジャンプは課題だなと思いました。最後のルッツは神様の宿題ですか？そうですね。ただ本当にいつも思うように、こうやって結果を出した試合の中で課題を毎回見つけられるっていうのは本当に幸せ者だなと思いました。去年の優勝とまた一味違うのかなと思いますが、いかがですか？去年の優勝の時はショートのお見せして、フリーの方でやっぱりサルコが決まらなかったっていうのがものすごく悔しい試合になってしまいましたけれども、ただ今年は、ね、サルコも綺麗に決まりましたし、いい手応えがあった試合だったので、また何ですかね、また次の試合すぐ控えているので、またちょっとした課題を少しずつ克服できたらなと思ってます。しかし今シーズンは羽生選手自身も感じたことがないぐらい本当に苦しい時間が続きましたけれども、はい、それを乗り越えて掴んだこの景色というのは改めてどんな風に受け止めてますか？いや、もう本当に皆さんのおかげだなと思いました。今日ここで滑れていること自体がまず本当は難しいことかもしれないですし、でもこうやってほぼ万全な状態で滑らせていただいてますし、または最終的にこうやっていい結果をファイナルという一番大事な舞台で取らせていただけたのは、本当にファンの方々の声援と、また自分の周りのチームの関係者の本当に多大なサポートのおかげだなと今日本当に思いました。本当に中国大会の時もそうでしたけれども、この会場の日本のファン、そして日本からのテレビを見ているファンも頑張れというね、大きな声援を送ってたと思います。はい、本当に何ですかね、今日は背中をずっと押され続けてたなと思います。会場が言ってみればハビエル一色、やっぱりスペイン一色なような状態の中で、ここまで声援をいただけたというのは、やはり会場にこのスペインまでお越しくださったたくさんの日本のファンの方々、そしてこの会場にいる世界中のフィギュアスケートファンの方々に応援をいただけたからだと思うので、やっぱり練習だけじゃ、または運だけじゃ、スケートは結果は取れないんだなと本当つくづく思いました。チャレンジャーという言葉がありましたけれども、これからもそのチャレンジャーであり続けるんですか？いや、もう今回2連覇って言われた時に、あ、連覇だったんだって思うぐらい、本当に全然連覇なんて意識しなかったので、本当、いや、今日は滑れて本当幸せでした。ただそれだけですね。もう本当にチャレンジャーとか追う立場とかそういうものではなくて、まずスケートがここまでできる、または本気で追い込める、体を駆使できる、それ自体が僕にとって今の最高の幸せです。本当におめでとうございました。ありがとうございました。ありがとうございました。ありがとうございます。ありがとうございました。